ジェットスイーツさんに来ています。すごい人気のお店みたいなので。美味しそう。ハイタイアハゴンアズサヤイビーン。ハイタイタキタマナヤイビーン。今日はですね、沖縄市にありますジェットスイーツさんに来ています。こちらのね、カフェがもう絶品ということで、とてもね、お食事が美味しいということですので、マナさんと一緒にね、ランチをしたいと思います。とあるアクティビティの帰りです。で、このアクティビティについてはちょっとまた別の動画で出しますので、楽しみにしててください。じゃあ中行こっか。はい、ね、行きましょう。いいね、素敵。すごい人気のお店みたいなので、真っ白です。世界みたい。ねえ。いや、そうそう。注文しよう。何にしようか。美味しそう、めっちゃ。クリームパフェ一つと、はい、マンゴーパフェ一つ。カフェがとっても有名なんですよ、こちら。肉が好きで、二人とも焼肉めっちゃガツガツ食べて。プロテイン。今日はちょっといっぱい消費したから甘いものを食べます。いや、そうそう。お疲れ様。乾杯。カラッカラよ、喉が。美味しい。マナさんね、トレーニングしてて鍛えてるんですよ。だから結構その食事も意識していて。ご褒美です。だから今日は。あ、そうなんだ。8割体にいいものを食べて、2割好きなものを食べてます。血糖値が上がりにくいので。計算するの。しますね。うちなーチャンネルでやっぱグルメの手もあるじゃないですか。その時に関係なく食べるからさ、うちな美味しいもんたくさんあるから食べちゃうわけよ。マナさんはね、2018年の那覇観光キャンペーンレディーとしてずっと活躍していて、ミス那覇の時どうだった？いや、もう本当にあっという間で、私二十歳の時だったので。そっか。あの時の経験が今にこうやってつながっているなって本当に思うし、より那覇のことも沖縄のことも大好きになってるので、もっと愛を高めますこれ愛を見せちゃうかもしれない。なんかわかんないけど、ポケットとかあ、ポケットからなんでいや、私 K-POP 大好きなんですよ。BTS めっちゃ好き。 BTS めっちゃ好き。大学時代東方神起好き で、やっぱホームシックなるから沖縄美味しいよねって言いながら、たまに集まって何してたかっていうと、東方神起の DVD 見ながらライブ感を味わってた。イケモンクラス見てるの？何ですか？イケモンクラス、ネットフリックスの。見てないですよ。見て。なんかみんなに言われてます。イケモンクラスと愛の不時着はやばい。あの頃はまた CD を聴いてたりしたわけよ。カメラマンの美味しそう。バナナたっぷりぎっしり入ってる。すごい。あ、カメラにこのコーヒーが収まらないぐらい。すごい。マンゴーです。沖縄のマンゴーを使ったジェラートっぽいよ。なんか入ってる、この丸いやつね。いや、そうそう。カチサビだ。食べよう食べよう。サク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 ってパリパリ。ちょっと焦がしてるんじゃないの？めっちゃ美味しそう。めっちゃ私好きだな、それ。美味しそう。うーん、うまめっちゃ褒めてたから。超美味しい。うわー、美味しそう。ちょっと私もいただきます。うまっ。めっちゃ美味しい。宮古島のマンゴー思い出す。甘い。美味しい。うわー、食欲にも合う。で、最高だね。最高です。最高。甘い。バナナです。絶対美味しいよ、それ。うん、バナナ。バナナトップ。バナナトップ。美味しい。これは人気になるわ。だってさ、満席だもん。どんどん並んでるわけ。カピーン。カメラマンからもらいました。いや、全部じゃないけどね。全部だったらね、どんだけ意地悪だよって思うけど。見てー、ほら。ちょっとね、こうカリッカリのカラメルのような感じ。あ、いいね、これ。いや、このサクサクの感じ。うん、うわー、美味しそう。うん、美味しい。もう一口食べよう。美味しい。あ、たくたまに大好きだ。しみるカメラマンも幸せです。満面の笑みさ。ちょっと食べれなくて、当時の子もシャビット。あ、
きます。濃厚、口の中がもうマンゴー、マンゴーで渋滞してる、本当に美味しい。筋トレ頑張れるじゃん。3倍ぐらい頑張れます。ドライブしてドライブ帰りにこちらに寄って美味しいスイーツ食べるっていうのもいいかもしれない。デートいいじゃない。ねえねえねえ、食べるの大好きだから。大好きです。いろんな店行ってるよ。え、身長は73。え、いいな。羨ましい。私さ、身長高いのすごく憧れがあって、小学校の時にさ、タイムカプセル、身長が170センチになりますように。誰か、私162なんですけど、170欲しかった。羨ましいって思う。いいな。手足長いし、この時からは窓が開いてて海を眺めながら食べられるわけ。下の方にナッツ入ってるよね。蜂蜜だと思う。ねえ、美味しそう。私がマナさんの好きなところ、あのね、笑った顔がね、可愛い、すごい。大胆なところ、大胆なところ好き。マナさん顔もあった。私が好きなところを伝えた時に真っ赤になった。好きな理由はまっすぐなところです。今動画見てる方は分かると思うんですけど、 YouTube に気づくとか、自分の頑張りたいっていう人にすごいフォーカスしてて、でその願いをどんどんこう叶えて、で周りの人も見てる人も幸せにしながら進んでいってるっていう、本当にまっすぐ一貫性があるっていうのがすごい素敵だなって思います。どうしよう、付き合いたくない付き合いたくなる。そんなことを言ってくれる方と付き合いたくなる。こうやって動画撮っていただくのもすごい幸せですし、ね、美味しいし幸せです。てかさ、準レギュラーにばっかり。え、いいんですか。準レギュラーになってほしいな。いいですか。そうそうそう、うちのチャンネルの準レギュラーに滝田和田さん、嬉しいです。いいんですか。うん、もちろん。よし、こっちー。本当に嬉しい。滝田和田さん、うちのチャンネル準レギュラーです。ぜひうちなーチャンネルですね、いろんな沖縄の魅力を、もちろんマナさんが撮影行けるよっていう時に誘うので、たくさんぜひ行きましょう。嬉しい。やったー、きっと視聴者の皆さん、ダサルズ2にレーサーベラ、よろしくお願いします。お願いいたします。やった、楽しみが増えるね。いやー、そうそう、ラスト美味しかった。これがまあ、すごいすごいぎっしりなんですよ。食べ終わりました。ガッチリ食べた。ごちそうさまでした。美味しかったです。マナさんと一緒にジェットスイーツさんで美味しいスイーツを堪能するという動画でした。美味しかったね。最高でしたもん。ね、朝からね、あのこちらお店開いているそうなんですけれども、結構やっぱ人気でお昼時並ぶと思います。うん、特に休日はね、かなり並ぶと思うので、事前にね、お店に確認してから、来てください。今日の動画は以上になります。ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、通知音、出されるトゥー、海芸サビラ。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴、見てみて。